荒井正和のチュッパペタ学園始まりました。スパルタ王子こと荒井正和です。今日は5月17日でございます。なんと世界的にですね、高血圧の日だそうでございます。僕もですね、そろそろこう血圧っていうの気になるんですけども、この2人はどうなんでしょうか。どうぞ。はい、そろそろ血圧のことを気にしないといけない年頃になった広山太一です。おお、いい年になったんだね。いい年ですね、はい、もう、まだまだ元気いっぱいの、笹島信明です。はい、ちょっとあの声が枯れて元気がなさそうなんだけども大丈夫かな。大丈夫です。まあ、このメンバーでお送りします。この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りいたします。改めまして、スパルタ王子こと荒井正和です。どうぞ。はい、改めまして久々の登場、広山太一です。改めまして、笹島信明です。そうね、広山ちゃんは久しぶりやね。久しぶりですね。どこで何やってたんだか分かりませんですけども、血圧は何、気になる年頃、もう、まあ、もういい年なんで、そろそろ食生活、年はあの秘密と不明ということでね。そうですね、かなりジジイでございますそんなことないか。ノブは血圧はまあ大丈夫ですね、全然。はい、血圧よりもだ君は、はい、ね、女性の美しさについて語ってたっていうのをちょっと小耳に挟んだんだけどちょっと語ってもらおうかな。なんですか、その無茶ぶりを。大地と二人で語ってたんだよね。昨日ちょっと打ち合わせしたいっていうんで。あら、まあ、じゃあ呼び出されまして。マジですか。女性の美しさですか。そう、語って冒頭でどんだけ敵に回すか味方につけるか、あなたの腕次第でございます。ですね、この番組はあまり僕喋りませんので。あ、はい、どうぞ。そうですね、まあ完全にこう無茶ぶりなんですけど。えあのですね、世の中ね、無茶なことばっかりです。はい、まあ、女性、まあ結局なんだろう、なんかこう話してたんですけど、うん、なんか見た目じゃないかって、やっぱりその性格よりもやっぱり見た目じゃないか、うん、どういう見た目でございましょうか。なんだろう、やっぱタイプの顔。ちょっと待って、いい、はい、2人とも見た目だったの。あのそれに語弊がありまして。語弊がある、はい、あの例えばどんな年取って、まあ巷では美魔女と呼ばれる綺麗な方いらっしゃるんですけど、お年を召しているババアのくせに綺麗な格好してるやつ。そうは言ってないです。すいませんでした、ごめんなさい。そうではなくて、そんなものをしなくてもその年齢に合った美しさってやっぱ人間持っているので。そうそうそう、うまいこと言いますね、この男は。そこなんですよって。ノブは乗っかってこなくていいから。ノブくん違うこと言ってたよ。ノブくん違うこと言ってた。いやいや、そうなんです。あのやっぱなんだろう、こう、うん、年齢相応のその、うん、なんて言うんだろう、その年を重ねるごと元気がないぞ。はい、なんかそのやっぱ綺麗さってあるんじゃないかなと。例えばじゃあ20代はどんな綺麗さがありますか。20代はまあ若々しい。30代はまあね、そのやっぱ年を重ねて。年を重ねて何どうするんだ。どうするんだその時。どうなる。30代ですよ。うちにも30代いるでしょ。女性いますよね。はい、うん、それを言ってくれればいいんですよ。じゃ彼女を例にして、じゃあ行ってみようか。彼女、まあ、いや、じゃあ、まあ、言いづかなかったら言いづらいというか40代じゃあ行こう。40代になると、そうですね、40代もうボロボロ。いや、ボロボロではない。ボロボロ芸能界でも結構やっぱいますよね。芸能界はまあね、芸能界として、まあ、あの自分が商品だから、商品を磨いてる方々だから綺麗なんですけど、一般の方ですよやっぱり。一般の方、はい、そうですね、やっぱり、うん、まあ、結婚されてお子さんもしっかり育てられて、うん、もう人間として大きくなってるんで、ちょっと安心できるって一面がありますよね。なるほど。じゃあ50代。50代ももう旦那さんとももういい具合になって、旦那さんとももうそろそろもう飽きてきた頃そうではなくてですね、そうだね、まあ、あのそろそろ定年とか迎えられて、これからの第二の人生を歩もうとしてるんで、また新たな輝きが出てくるかもしれないですね。計画を立ててね。待って、ノブが喋ってないんだけど。じゃあ60代。60代はどうですか、うん、どうですかって。いや、君は振ったよね。60代はもう、うん、そうですね、なんていうの、終わり、もう達観してるみたいな。あ、もう終わった。終わった。女じゃなくて、神奈だと。ひどいこと言ってますよ。そんなこと言ってないですよ。すいませんでした。僕の言葉ではございません。僕の言葉でもございません。笹島信明でございました。なるほどね。わかりました。じゃあ、女性は、
見た目だと結果的にね、そういうことでよろしいですか。まあ見た目も性格も重要ってことで、はい見た目でございます、冒頭こんな話でございました。ありがとうございます。ドラマ CD。 このコーナーは自分たちで考えたドラマ CD を演じちゃうコーナーです。はい、前回はお聞きになりましたか。前回、はい、しました。感想をどうぞ。ひねまくんからどうぞ。いやー、緊張してるのかちょっと素が出すぎてボロが出ちゃったのかな。なるほど、俺はそうはいかないぞと。そうはいかないですよ。俺は完璧と。なるほど、笹島くんは。そうですね、やっぱ最初だからっていうのもあると思うんですけど、うん、やっぱその緊張してるなっていうのはそのやっぱ聞いててもこう見てて、なるほど、俺は緊張しないぞと。緊張頑張ります、はい、なるほどね。ですね、これまあドラマ CD やってもらった後にですね、1から5段階で、評価を、多分後ろの方から声が聞こえてきますんで、天の声どうぞって時に、これはですね、まあ2が普通かなにしといてあげよう。じゃないと可哀想だからね。まあ3が普通だけど、まあ3にしておこう。それ以下だったらまずいことになるよ。頑張ります。5段階評価。5段階評価。聞いてないでしょ。聞いてないですね。今初めて言ったの。今初めて聞きました。1とか聞こえてくるからね。ああ、天の声。天の声。天の声か、ヤブの声か知らないけどね。言っちゃいましたよ、今。いや。これは、一応ね、厳しくいこうかなとね。スパルタ学園でございますからね、はい、大丈夫かな。大丈夫って言ったもんね。大丈夫です、はい、だってさ、頑張ります。聞こえてる、はい、大丈夫だってさ。はい、行きましょうか、はい、じゃあ用意。ドラマ CD 社会見学。治療の準備はできています。それでは大橋さん、今から虫歯の治療をしますからね。大橋さん、笹島くん、これは。はい。はいじゃ分かりませんよ。なんで大橋さんは意識がないのですか。あ、はい、実は。実は、実は間違えて全身麻酔かけちゃいました。まったく、気をつけてください。後で私から大橋さんに謝っておきます。すみませんでした。怒られちゃった。ん、誰だこの子は。笹島くん、この子は。うちの子ですけど。なぜ。学校でお母さんの仕事を手伝うっていう宿題が出たらしいんです。で、うち父子家庭じゃないですか。いや、そうではなく、非常識ですよね。そうですよね、やっぱり非常識ですよね。最近じゃ父子家庭も当たり前だというのに、学校って本当。そこではなく。さあ忠太郎、先生にご挨拶しなさい。ご挨拶できないなら向こうに行ってなさい。もうすぐ泣く。挨拶できるまで向こうへ行ってなさい。先生、始めましょう。あ、いや、それより。いいんです、男で一つで厳しく育てたつもりですが、ずっと甘えてて学校でもみんなの中に入れないんですよ。やはり母親がいないとダメですかね。いや、私に言われても。さあ先生、忠太郎抜きで始めましょう。元からその予定なのですが。忠太郎、挨拶もできない悪い子はお父さん知らないからな。うわ、うるさいな。余計泣いちゃったよ。治療に集中できんって。一応挨拶はするんだ。忠太郎先生、忠太郎が。今まで人に挨拶なんかできなかったこの子は挨拶をしました。この子きっとこの治療で何かが変わります。あと大橋さんも。患者をついでみたいに言わないでください。すいません、また怒られちゃったな。それじゃあ忠太郎はそっちにいて絶対に邪魔しないこと。では麻酔の効いているうちに虫歯の治療を行います。はい。3の C を削ります。あと念のため止血用のガーゼを準備。はい。忠太郎もこれをやりたいって。
ダメだよ、邪魔しないって約束だろ。あ、こら中太郎、じっとしてなさい。中太郎、前を見ないと危ないぞ。あっ、うっ、あっ、やっば、違うところ削った。先生、こら中太郎、まずい。よし、まだなんとかなる。すいません、ひとまず止血を。すいません先生、あの子いつの間にあんなに足が速く。そこ、とにかく治療を続けます。歯石の除去も希望でしたか。しかし歯石そんなに目立たないけどな。ってカルテ違う人のだ。笹島くん、これはどういうことです。中太郎泣かないの。さっきちゃんとカルテを運ぶお手伝いできただろう。え、いい子にしてれば中太郎にもやらせてあげるからな。やらせませんよ先生。大変です、急がないとそろそろ麻酔が切れます。まずい、治療箇所間違ってる上にまだ治療が何も終わっていないのに。笹島くん、麻酔の追加を。はい。あ、中太郎、これが麻酔だよ。でも泣き虫にはあげられないぞ。笹島くん、お子さんを泣き止ませるより治療を優先して。これはね、痛いの痛いの飛んでけーってしたとねんねする薬なんだよ。笹島くん、もう一度ゆっくり言うか。治療を優先して。くそ、せめて治療前の状態に戻さなくては。ほら中太郎、この白いのが神経だよ。先生間違って痛い痛いしちゃったから一生懸命治してるんだよ。笹島くん、君は一体何を言ってるんだ。そう、残念だけどこれは隠しようのない事実なんだよ。ちょっと、いいか中太郎、うちはお母さんはいないけど先生みたいに嘘をつかない立派な大人になるんだぞ。え、なんだって。でも結局医療ミスでしょって。おい、こら十太郎、いつの間にそんなに難しい言葉を覚えたんだ。先生すみません、うちの子が。笹島くん、今すぐ子供を連れて出て行ってくれ。え、でもまだ治療中ですけど。もういいですから。それじゃあ十太郎、ありがとうございましたって、あとまた来ますって挨拶しなさい。二度と来ないでくれ。それじゃあお前また来月な。あ、中太郎もママにバイバイは。え、はい、お疲れ様でございました。さあ、まあ君たちの意見もあると思うけども、天の声を聞いてみましょう。1から5段階までどこでしょうか。2。はい、籔本直太郎から2って声が聞こえましたけども、2というのはまあまあ普通かっていうことなんですけども、さあやってみて、じゃあどうでございましたか、ノブ君。これ、はい、中太郎、中太郎、中太郎です。中太郎って聞こえたんだね。中太郎になってました。どうでした。そうですね、やっぱこうタイミングっていう面でちょっと難しいなっていうのは、はい、タイミング、はい、こう掛け合いで、はい、間の掛け合いですか。間の掛け合いが、あ、難しい、はい、ほうほうほう、やりにくいと平山太一は。いやいや、やりにくいです。すいませんね。平山太一さんどうですか。いや、昨日本番渡した割にはちゃんとやってきてくれて嬉しかったんですけど、ちょっと僕は途中カミカミのところがあって申し訳なかったなと、うんうん、やっぱりね、多分ね、僕が思うには昨日ですね、やっぱりな、10割やったら7割方女性について喋ってたんだなっていうのを伺われますね、これね。そっちが重視だったのかな、ね、そんなことはないんです。3割方はですね、あ、いや、とりあえず言えたからいいか状態なのかななんて思ったんだけども、やっぱりね、間ですね。ですね。うん。あとね、なんて言ったらいいかな、この抑揚とかね、強弱もそうなんだけども、早く喋るとこう喋って滑らかにいくとかっていうね、うまく使うとね、もっとね、こうイメージがね、できるんだけども。やっぱり聞いてる人がね、イメージできるようなというのは今いいと思うんですよ。で、ノブ君から聞くけど、読んでた。はい、読んでた、ずっと。あ、読んでました、ね、字を追ってた。
あ、持ってましたね。ああ、なるほどね。秀山君は字を追ってた。どうだった？字をイメージできるところは場面イメージしてやったつもりなんですけど、うん、やっぱり字に戻って現実になっちゃう自分がいますね。あのね、これ難しいところでね、あの字を読むね、癖っていうか字を読んでやるとね、結局ね、あの気持ちというよりも読んでる感がね強くなるんですよ、これ。あ、実は。これ、ね、何の台本でもそうなんだけど、読んじゃうとね、でもね、これがね、ちゃんとお芝居がちゃんと成立してきた人になると、あの初見でも見てるんだけども読んでる感じゃなくて、ちゃんと気持ちを込めてってのができるんです。まあこれはね、じゃあ自分での評価いきますね。自分での評価5段階どう？2ですかね。やっぱり、はい、ひどめくん、自分での評価どう？同じく2です。なるほど。じゃあ聞きます。前回やった、大橋さんと鈴木さん、評価どう？評価1段階から5段、はい、どうぞ。3で。はい、1で。なるほど、これ手厳しいでございますね。まあ、この意見をですね持って、大橋さんと鈴木さんに聞いてみたいと思いますので、このコーナーはとりあえず終わっちゃいます。どっちもどっち。このコーナーは、遊びに行くなら山派か海派か、ラーメンは味噌派か塩派かなど、もし何々ならどっち派かをお互い対局に分かれ、良き悪きを討論するコーナーです。今回の対局討論は、ですね、今日はですね、運動会っていうのはですね、春ですからね、はい、個人競技もしくは団体競技がございます、はい。まあ、自分はどっちがいいのかなということなんですけども、スペードのエース、こちらが団体にしましょう。団体で、団体で、こちらのハート、こっちか、ハートのエースが、個人ですね。これをですね、ちょっと混ぜ混ぜしちゃいますね。さあ、どちらが引くか分からないけど、どちらが引きますか。じゃあ、笹島君でいいですか。はい、じゃあ下で、はい、下、はい、どうぞ。せーの、バーン。はい、ノブ君が団体、スペードです。団体ですね。ってことは、広山君が個人でございます。さあ、はい、討論していただきましょう。どうぞ。はい、じゃあ自分からで。はい、珍しい。はい、やっぱなんか運動会っていうと、なんかそのまあリレーでも、そのまあ綱引きでも、やっぱなんか団体の方が力を出せるイメージがあるんですよ。みんなね、一丸となってってことね。そうそう、なんかこう力が集まるから、やっぱりあのこう個人でやるよりも、なんか個人でやると全部責任が自分に来ちゃうから。君は責任を取りたくないだけ。そういうことか。そういうわけではないんで。そういうことではないの。全責任が自分にかかるとやっぱり重いじゃないですか。ちょっと待って人生って多分ね、運動会に限らず人生って、まあまあそうですけどね。なんか言わせてくれよ俺よ。そのさ、卑怯だよね。個人ですか。個人だよ。あのまあ個人のまあいいところを言うと、やっぱりまあ役者やられるんだったら、まず自分が目立って周りを引っ張っていこう、でそういうカリスマな人間がいたからこそ団体も奮起して、あ、こんなすごい人がいるから一緒に頑張ろう、ここの人がいるから大丈夫ってなって、全体の士気が上がるんですよ。フォルツァで言えば荒井先生がいる。うまいね、俺座布団持ってきて。はい、で例えば新選組だったら鬼の副長土方歳三がいる。うまいね、座布団2枚。はい、でそういうね、団体奮起するカリスマ性のある個人がいてからこそ、みんなが頑張って士気があって、団体の力っていうのは増すんだと思うよ。なる、個人があってからあるからこそ団体ですね。それは確かにあの分かるんですけど、責任たくないの？いやいや、あのその個人の力、そのなんていうんだろう、カリスマ性がある人がいるから、その個人のでやっぱその全体として輝くっていうのもやっぱ分かるんですけど、なんかやっぱその応援されると、その自分の持ってる力以上の力を出せるっていうのもあると思うんですよ。そうだね。はい、でやっぱりそれってやっぱ団体競技だからこその魅力かなって思って。ちょっと待って応援されて力が出るのは個人も出るぞ。個人も出るけど、やっぱその団体競技の方がやっぱ一緒にやってるんだっていう、はい、それ応援合戦のこと。応援合戦じゃなくて、やっぱ
ちゃんのぼのことを擁護してあげるよ。団体だとこうなんていうのかな、今さ一人一人バラバラじゃないや、あのみんなさ、うん、人のことを思わない、協力もしない、てめえさえよければいいのかっていう時代なんですよ、はい、これをね団体競技っていうのは一人でも、そういうなんていうのかな、同じベクトルの方向を向いてないとうまくいかなく勝てないんですよ。だから、そのコミュニケーションとかね、そういうのを育てるためには団体の方がいいってことだよね。そうですね、はい、おい乗っかってきたぞはい、それじゃ あの山さん、あの平山さんどうぞ。まあじゃあ選手じゃない別のベクトルからのアプローチで、はいはい、じゃあ親御さんたちはやっぱり自分の子供の晴れ舞台を取りに来てるわけですよ、はい、その時もし団体競技で例えば騎馬戦とか棒奪いとかみたいにみんなが言い乱れてたら、ちょっと自分の息子たちの姿をちゃんと捉えられないってこともありますよね、うんうん、じゃあ息子たちが頑張る徒競走とか借り物競走みたいな個人競技だからこそ、あ、俺の息子俺の娘可愛いなとか、うん、そういう思い出がもうピンポイントで取れるわけですよ。あ、じゃあ平山さんの擁護しましょう僕は。いいですか、個人いいですか、はい、皆さんね、あ、みんなと一緒でいい、あ、誰だと一緒でいい、それでいいんですか人生な。ね、個人一人一人は頑張って初めてのものなんですよ全ては、うんうん、ね、一人でね自分でねちゃんと責任も取れずに頑張れないやつが何やってもダメなんだ分かったってことですよね、はい、はい、責任取ろうね。そういうやつらがね集まってお互い手と手を、ね、取り合って団体戦に臨むってんなら分かるんだよこれは、うん、ああ君はどういうことだいや、そうなんです、責任はその大事なんですけど、それは多分あの団体競技でも一緒のことじゃないですか。やっぱ団体競技だからこそ、君は他力本願か、なんかどんどん人の意思を使わないといけないのか。団体競技だからこそやっぱりその責任、その個人の責任が大事になってくるわけで、あれ、やっぱりなんか言ってることがどんどん変わってきてる。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ整理しようぜ。間違ってますか。いや、だから個人の責任が嫌だから団体競技がいいって言ったのに、そこに個人の責任求めるの、また。いやいや、団体でもやっぱり、じゃあノブ君の擁護しましょう、はいはい、あのね、みんなで一緒にやろうっていうの一人だけ好き勝手やっていいのか個人の、俺は個人だから好き勝手やる、どうなんだってことですね。そうですね、そうそう、みんな乗っかってきたから、ね、なんか違うぞ違うぞ、うん、まあ、そういうのはなしにして、うん、基本そういうルール縛りのある中でのカリスマ性ですよね、やっぱり規律という、うん、なるほどね。じゃあ聞くけどね、まあ団体がいいと言ってますよね、はい、じゃあ、個人の方はでも個人のここはいいよねっていうのあったらどうぞ。そうですね、個人だとやっぱりその自分が目立てるっていうか、そのやっぱり、はい、あの前その1位とかになった時、まあ徒競走でもそうです、モテるよ女性に、はい、あのその目立てるっていうメリットは多分あるんでしょうね、その自分が。なるほどね、はい、じゃあ平山さん、はい、団体の方、いや団体やっぱここはやっぱ素晴らしいよねって、個人に比べても、まあ、比べたってことかな、うん、まあ、やはり一人じゃできないような大きなことができるってことがあって、それを達成した時の達成感っていうのはやっぱすごいですよね。そうですね、1人が2人、2人が2人だけども、2人が2人の力じゃなくて、それは3人4人となってるっていうね、はい、そう、1たす1は2じゃなくて4も5になってるってことですよね。そうですね、舞台もそうだと思います。素晴らしい。さあじゃあ聞きます、笹島くん、はい、あ、杉江です、あの笹島くん、はい、君は本当はどっちなんだい。いや、自分やっぱりずっと野球やってきたんで団体ですね、はい、団体だ。でもさ、ね、一人一人の個人の力を磨かないと、はい、多分団体ではお荷物になっちゃうよね。そうですね、やっぱ個人難しいですね、そこにニュアンスの問題が、うん、はい、個人、その、あ、みんなと一緒に戦いたいんだ。そうそうです、そうです、そういう気持ちがやっぱ強いですね。一人だと嫌なんだ戦う、はい、あの例えばそのリレーでも、うん、あの徒競走よりもリレーの方がこうバトンもらって走った方が、うん、一番はなんか早く走れたんです。人と関わっていたい。そうそうそう、女性と関わっていたい。女性だけではないです。それで昨日やたらとね。いやいやいや、なるほどね。じゃあ平山さんはどうですか、はい、僕もどちらかというと団体競技の方が好き、はい、個人より。あ、でもイメージ的にはさ、個人っぽいんだよね、やってることがね。例えば合気道やりますとかさ、はい、あのいややりますとかって、個人競技とか個人じゃない、うん、まあそこはそうですね、うん、でも団体がいいの。そうですね、はあ、じゃあ運動会で好きな、種目というか何がある。僕はやっぱり、まあ、暑い中みんなでやる、うん、
って、まあ、いやいやかもしれませんけど、うん、やっぱ本番になって嬉しかった応援合戦が好きですね、うん、あ応援合戦なるほど、はい、で信子はフォークダンス、あ、違う、まあ、フォークダンス、フォークダンスお手手を握りたいのか、そんなにいやあれはまあ競技なんです、競技まあ綱引きが好きでしたね自分は、はい、綱引きなぜゆえに、いやなんかあれってなんかその力じゃないんですよ、あの技術があって、あれでしょ、どうせさあの、はい、女の子の尻バッグみたいなでしょ、いやいや違います、そういうことか、違います、あの本当にそのなんかその呼吸とか間とか、うんうん、そのタイミング、その引くタイミングとかが重要で、うん、そのだからその息が合わさらないと、うん、あのすごい力があっても勝てないみたいな、うんうん、そういう運動会で一番好きなのってね、やっぱり僕はねお弁当だと思うんですよ間違いないところがそこそうですね、うん、あのリレーの選手やったことありますか、笹島くんは。リレーの選手は、うん、はい、運動会ありますね、ある、足速いんだ、逃げ足が逃げ足、まあ足、そうですね、小中ぐらいまでは、はい、はい、あ、そうなんだ、平間くんは。僕も毎回リレーは出てました。あ、そうなんだ、僕もなんですよ、うん、あ、やっぱり、うん、僕は一応なんかね、知らない、わかんないんだけど、あれさ、タイムとか全部取るじゃん、体育の時間に、はい、高跳びだなんだかんだっつって、でね、一応ね、学校から高跳びの選手としてあの大会に行きなさいって送り出されたことあるよ。すごい、やっぱそういうあれですよね、タイムとかがその上位の人が、うん、そう行けっつって、はい、うん、一応4位だったんです、あの3位にはなれなかったんですよ。いやでもそれでもすごいですよね、まあ、たまたまですよ、たまたまいや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 、わかりました、なるほどね、じゃあですね、もう今ね、これからもう今運動会ってまだあるとこあるのかな、なんか最近ではその、うん、なんていうか、普段その運動会っていうと9月のイメージが強いと思うんですけど、うんうん、 そうね、その9月だと暑いから、暑い、はい、で、まあ、熱中症とかになる人が多くて、うん、それでなんかその都市部とかで、そう、ね、なんかその5月残暑対策にやってるみたいな、なるほど、じゃあ今やってるところもあるかもしれないし、はい、これからやるところもあるかもしれない、はい、応援一言どうぞ、はい、その方々に、まあ、団体競技でも個人競技でもその自分の力を発揮して頑張ってください。はい、平山さんどうぞ。何事もベストを尽くすことが大事だと思います。いい思い出作ってください。はい、ということでどっちもどっちのコーナーでございました。はい、エンディングでございます。まあ、あのね、ドラマ CD のコーナー新しいんだけども、これ今後あれだね、評価がつきますね。ですね。じゃあ1回目はね、評価は ついてないんですけども、今回2でございます、ね、次のチームは誰かは知りませんけども、どう思う？そうですね、やっぱあの自分らも結構練習してたんですよ。だって7割女性の話してたんですよ。いやいや違う、本当にあのいいよ言い訳しなくて、うん、いやしてたね。僕が時計やったけど帰ってから7割してたでしょ。いやいや、まあまあね、やっぱりこうこの場に来ると、うん、やっぱりその練習してたものが、うん、なんかちょっとこう出せなかったり、うん、はい、まあ、そのタイミングがなんかちょっとこううまく取れなかったりみたいなのがありましたね。なるほどね。平山さんどうですか。まあ、同じなんですけど、やっぱここに着いた瞬間、やっぱり後者に、じゃあ後者に、ね、次回からやる後者にメッセージを送ってください。まあ、行くのでセリフ本当舞台で覚えるみたいに読み込んでから来た方がいいと思います。なるほど、のぶちゃんの一言後者に言っていいよ。自分そうなんですけど、やっぱ覚えた方がいいと思う。読んじゃうとなんかこうどうしてもその字をはい、次ずっと反省会やってるみたいだよねまあいいでしょ、はい、じゃあですね、まあね、その件に関してお便りも来るかもしれません。じゃあお便り先をどうぞ。はい、お便りはお便りアットマークオフィスハイフンフォルサドットネット、こちらまでお願いします。では、あとね、あのフォルサのね、アラアクティングスタジオのお知らせを軽くどうぞ。私たちと一緒にレッスンで現場型のトーク力や現場型の演技力をつけながら FM ラジオのパーソナリティをやってみませんか。はい、新井アクティングスタジオではアクションや盾のコース、声優や映像演技の総合コースのレッスンもしております。
見学や無料体験もやっておりますので、ホームページよりお気軽にお申し込みください。ホームページアドレスは http://www.office-holza.net です、はい。まあ、ではそれでは次回もですね、荒井正和のスパルタ学園よろしく。あの時君はつまらない冗談を言ってた。信じる者は騙される、さらっと笑いながら、でも騙されはせず、かといって救われもせずに、ただ変わった、それだけ実際のところ。この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りいたしました。